い、始まりました。おうちでワインということで、今日はあれ、ちょっと待って、おい、まさかの初っ端からこれミスるっていうね。ちょっと待って、あの、今日はね、おうちで簡単に誰しもできるワッフル屋さんをやっていこうかなっていうふうに思います。ってことでね、今日ワッフルを作るための材料をちょっと一つずつ紹介していこうかなっていうふうに思います。まず1点目、砂糖です。こちら砂糖になります。2点目、牛乳、はい。そして3点目、溶かした卵、はい、溶いた卵ですね、これが、はい。そして4点目、溶かしバター、はいはい、溶かしバターです。こちらでーす、はいはい、こんな感じでね、溶けておりますはい。そしてホットケーキミックス、ホットケーキミックス、こちらです。もうこれがないとワッフルは作れないからね。で、6点目、1、2、3、4、5、6点目、いちご、はい、いちごです。これはもう事前にカットしてありますね、いちごが、はいはい。そしてメープルシロップ、ケーキシロップ、メープルシロップ、はいです。今日はこれを使って、調理の方をしていこうかなって思います。早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃ早速調理の方をしていこうと思います。今妹が撮ってくれてるんですけど、ちゃんと映してね、いいところ頼むよ。はい、まず最初、じゃこの卵をね、このボウルに移します。こちらですね、はい、このように移します。はい、よしよし、 OKOKOK で次、砂糖をボウルに移します。はい、でとりあえず砂糖が溶けるまでこれ混ぜていこうかなっていうふうに思います。こんな感じでちゃんと砂糖を溶かしてね、こうやってね。次、牛乳と溶かしバターをここに入れてみたいと思います。じゃあまず牛乳から入れます。はい、うお、ぽいよぽいよぽいよ、グラデーションみたいになって。次溶かしバター、はい、入れます。はい、入れました。はい、でもこれも早速ちゃんと混ぜる。これ時間経っちゃうと良くないから、ちゃんと入れてすぐに混ぜないとダメですね、これは。はい、もううまそう、もういい匂いやばい。で早速ホットケーキミックスを入れたいと思います。これどんぐらい入れればいいんだろう。まあなんとなく俺の感覚でじゃあ入れます。はい、こんな感じですかねはい、ちゃんと入れます。結構入れますよ、多分俺の予想だけど、結構これ入れないとダメだと思うんだよね。もうどうだろう、これ混ぜていきます。はい、あ、でもめっちゃいい匂いする、やばい。もううまそう。なんかさ、カップケーキとかさ、なんかマドレーヌとか作るときさ、こういう過程あるじゃん。もう待てずに必ず食べちゃうんだよね、この。めっちゃ美味しい。お腹壊すから良くないよとか言われるんだけど、もうこの味がうまいんだよね。だからこの味でなんかちょっと発売してほしいよね。なんか体に別に悪くないようなやつ。はいはい、混ぜ。はいはい、だいぶ。すげえ合ってんだこれ。なんか、トロトロしてないけど。ちょっとこれを使ってここに入れてみたいと思います。はい、お玉ですね。はい、であんま取りすぎて入れちゃうと、多分これかえって失敗するから、ちょっとでいいのね。これちょっと入れて、ほんのちょっとね、ちょっとずつ入れて。うわ、すごいなこれ。ちょっと待って、これでいいのか、これでやっちゃうか、これでいいよ。はい、こんな感じで、で、まんべんなくちょっとこうやってね。うわ、これ、え、怖っ、これ、合ってる、これ。こんな感じで、はい。いや、でも音はいいよ。だいぶ加熱されてんじゃない、ほんとにこれ。もう早くやんない、手際よくやんないとダメ、これ。初めてだから、これ、ほんとに。うん。ちょっと、これを蓋して、3分から5分時間を置いて待っていこうかなって思います。一回蓋します。はい、蓋して開始だから。
出します。はい、それでは開けてみます。オープン、イエイ。すっげえガチやん、やばっ。えクオリティ高くない？え、すごくないですかこれ、マジで。これ写すのも大変だな、これ。このだから、たこ焼きみたいな感じでしょ、多分。この端をこうやって、まあ、こう、お、あっさりいけるわ。あっさりいけちゃった。はい、ちょっとすぐ写したいと思います。はい。まあ、こんな感じでね、写していって。すごいよ、本当に。本当にこんな簡単に作っちゃうの。はい。で、こうトッピングしました。はい。こんな感じですね。はい、ちょっと待って、どうしようこれ、可愛くしたいんだけど、ちょっと、このインスタ映えしそうな感じがいいんだよね。インスタ映えしそうな雰囲気にしたい。可愛いよ。結構いいんじゃないこれ、均等でいいんじゃないこれ。ほらで、これにメープルシロップをかけるという。ちょっとこれはちょっと危ない。うわー、これ絶対うまい。きたはい、ということで完成いたしました。自家製ワッフルですね。はい、こちらです。こんな感じですね。もう美味しそうでしょ、見た目からして。もう大成功でしょ。まあ、でも味がね、わかんないんで、ちょっと食べていこうかなっていうふうに思います。はい。ちょっと切っていこう。あ、もう音がいい。音がやばい。これ見てよ、これ。はい。え？絶対うまい。で、こうちょっとやって、で、ね、あえてこれも切って、こう乗せてね、食べるという。難しい。はい、いただきます。うまい、めちゃめちゃうまい。あのね、ワッフル独特のサクサクな感じがね、ちゃんとね再現できてる。うん、いや、お家で簡単にワッフル作れちゃうのはすごいね、これ本当に。マジでうまい。いただきます。ASMR みたいな。うまい、めちゃめちゃうまい。うん、はい、ということで、あの、簡単にお家でワッフルを作ることができました。あのね、実食してみて思ったのが、まんま、あの外で食べるワッフルの、なんか外がカリカリで中ふわみたいな、あの独特なちゃんとしたね、ワッフルの生地ができたかなっていうふうに思います。だいぶクオリティ高いんじゃないかなっていうふうには思いました。なんでみんなもなんかこういう、まあ、ワッフルを作れるようなね、こういうものがあるので、買ってみてお家で作ったら、もう簡単にワッフル屋さんが家で再現できちゃうので、試してみてほしいです。はい、以上、お家でワンエンでした。バイバイ。